写真拡大。オープン戦、ソフトバンク阪神、3日ヤフオクドーム。開幕投手候補筆頭の右腕が課題を残した。阪神のランディ・メッセンジャー投手37が3回を投げ3安打4失点。松田にグランドスラムを食らうなど立ち上がりの不安定さが露呈された。大山の先制ツーランで幸先よく先手を取った阪神。それでも直後に反撃を受ける。上林は遊撃内野安打、柳田には左前打で連打を浴びると、中村には四球、西満塁となって、7番松田に甘くなった直球をフルスイングでスタンドへと運ばれた。それでも2回以降は立ち直ったメッセンジャー。下位打線から始まった2回を三者凡退に抑えると、3回は上林、柳田を空振り三振に仕留め、仕事をさせず2日の前日練習では、すごい打者がいるのは知っているが言い訳にしたくないんだ、抑えられるようにしたいねと表情を引き締めていた。開幕まで多くても残り3試合、経験豊富な右腕が修正を重ねていく。